この放送は命の輝きを見つめる明治製菓ドキュメントカンパニー富士ゼロックスオールウェイズヒーローオールウェイズコカ・コーラコカ・コーラボトラーズ人と社会の明日へクオリティオブライフ提人 2x4 ナンバーワン三井ホーム町のホットステーションローソンの提供でお送りします。高校サッカー冬の選手権が首都圏で開催されるようになって今年で20年、高校生イレブンの夢は国立競技場の芝の上でプレーすることです。第74回全国高校サッカー選手権大会準決勝の第1試合は2年ぶり2回目の準決勝、東福岡高校と19年ぶり2回目の準決勝となります静岡学園との対戦です。この試合の解説はジェフ市原のスーパーバイザーで今年から監督に就任されます奥寺康彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみな対戦になりました。そうですね、赤のユニフォームが東福岡です。そして緑と黄色のユニフォームが静岡学園です。この試合の主審は布施さん、前審は久野里さんと北村さんです。右から左に攻めます。こちらのユニフォーム、緑のユニフォーム、静岡学園のキックオフで今試合が始まりました。右から左に攻めてまいります静岡学園高校、そして左から右、赤のユニフォームが東福岡高校です。奥寺さん、はい、こういう大きな舞台になりますとやはりこの先制点、立ち上がりの動きというのが注目されるわけなんですが。そうですね、やはりお客さんいっぱい来ますんでね、緊張する部分あると思いますよね。7番の平岡がボールを持ってゴール前にボールを上げました。おっとバーに当たった、バーに当たった。そして左サイド、小石がいます。小石です。小石が一旦ボールを下げました。包みが上がっています。包みが中に入れて元山、そして小さくつなごうというところだったんですが、静岡学園がボールを持ちました。それではここでまず東福岡のスターティングメンバーをご紹介してまいります。ゴールキーパーが1番の川添です。ディフェンダーが4人、右に2番の松本、4番がキャプテンの西、5番が左サイドの堤、15番がアンダーセブンティーンの代表2年生の古賀です。中盤が4人、右サイドに7番の平岡、11番がゲームメーカーの小柄な生津、13番が左サイドの小石、19番がディフェンシブハーフの1年生の元山です。前が2人、9番の山下、そして10番の小島はやや引き気味で仕事をします。以上が東福岡のイレブンです。さあしかし新沼がボールを持ちました。危ないですよ、これから。そして右サイドへ塩川、いや石井です、石井です。石井が中に入れる、石井がそのまま打った、もう一度中に放り込んで塩川、届かない。11番の塩川届きませんでした。さあそれでは静岡学園のイレブンをご紹介してまいります。あしかしさあ東福岡は攻めて中にボールを入れようというところ、ちょっと待ってください。さあもう一度小島です。小島が中にボールを入れた、ここには誰もいません。さあそれではご紹介してまいります。静岡学園のイレブンです。ゴールキーパー1年生長身の南です。ディフェンダーが3人です。2番がキャプテンの森川、右サイド、中に3番の石川、左サイドに4番の田川、中盤に5人、左サイドに5番の石田、右に7番の石井。さあ抜けた、桜井だ、桜井、桜井シュート、キーパー反応した、川添よく止めた、川添よく止めました。桜井との1対1。そうですね、本当によく止めましたね。今のはもう完全にもう一点もんですからね。そうですね、しかしまだ静岡学園の攻めが続こうというところですが、カットしました。山下がボールを持ちました。さあここから速い攻撃を見せるかどうか、右サイドの平岡にボールが出ました。さあ右サイドの平岡からどう展開するか。さあ中には山下、そして小柄の子いくつも待っている。さあ平岡がボールを上げることができるかどうか。さあ懸命のマーク、外せるか、外せるか、外して中に一旦入れた小島です。10番の小島が左足でボールを中に入れた。しかしここはキーパー上進の南が出てまいります。さあ引き続きそれでは、あ今のシーンですね、先ほどの桜井のシュートをご覧いただきましょう。このスルーパスを受けてもうキーパーと本当に1対1のような形。そうなんですよね、カバーリングはしてたんですけどね、はい、逆サイドにね一人の選手が上がってきたんですよ、そのためにねちょっとね桜井君を吹かしてしまったんですね。あそうですか、そこはボール出ましたね。決定的なチャンスでしたね、はい、立ち上がり5分を経過しました。まだ両チーム得点がありません。さあそれでは静岡学園のスターティングメンバー引き続きご紹介します。中盤が5人、左に1年生の石田、右に7番の石井、非常にパワフルな8番の新沼、そして16番がディフェンシブの木村です。そしてもう1人、4試合連続得点10番の森山です。前は2人、先ほどシュートを放ちました180センチのストライカー9番の桜井とスピードのあります11番の塩川です。ご覧の10番は森山です。4試合連続得点中であります。逆に今度は
どう攻めてまいりますか。そうですね、こういうボール取り方がいいですよ。またしましたね、です。11番の行きつから中にボールが入った。山下シュート思い切って打った。思い切ってミドルシュート、しかしもう一度シュート、いや平岡のシュートは左、いやどちらも打ってきますよ。そうですね、今のは本当に思いっきりよくね、カーブをかけて打ちましたよね。さあもう一度ご覧ください、このシュートです。うまいシュートでしたね、本当に素晴らしいシュートですよ。そしてこのこぼれたところをまた平岡が狙っていきました、このシュートです。これは今度は左に外れました。まだ両チーム得点がありません。小石が一旦下げて5番の堤です。ディフェンスがどうボールを回していくか、中に入れました。本山です、19番の選手。本山から縦、おこれはオフサイドありません。小石が行く中の上がりを待っている。中にはさあ山下が上がっていった。山下がヘディングシュートを正面、キーパー正面、左サイド小石からのセンタリング、ヘディングは山下でした。しかし、はい、キーパーの正面でした。今すまんと両手を合わせて小石に、この1年生本山君はいいボール出しましたよ。本山から小石のボールね、はい、そうです、そしてこのボールもピタシですよね。しかしキーパーの正面でした。ほんのね30センチも入ってますよね、今の本山からのこのパスですね、はい、です、左サイド、素晴らしいボールですよ、この大会続いてね、はい、本当にこの本山君がね、いい仕事してますよね。そうですね、はい、今日は朝7時に静岡を出たという生徒系合わせてバス、はい、さあゴール前、新沼かました、かました、さあ右からのシュート、キーパーパンチング、ここでもう一度シュート、や石井か、最後は石井、新沼のシュートが弾かれました。木村からのボールでした、はい、中にボールが入りました。こぼれたところ、新沼のシュートかわして、まあ、正面でしたけどね、川添君がよくね、よく2回もね触ってますよね。さあコーナーキックです、右からのコーナーキック、前半1本目です。前半の20分を経過しています。まだ両チーム得点はありません。静岡学園右サイドからのコーナーキック、ファーサイド、あっとこれはキーパーが出てまいります。蹴るのは2番の松本、前に出して山下が一旦平岡に預けるか、平岡に預けて山下がゴール前に運ぼうというところ、さあどうする、平岡センタリング、低いボール、イキツのヘディングはバーの上です。小柄な選手、イキツのヘディングシュートでした。これで東福岡のシュートが5本になりました。今のシーンです。今のところもちょっとね、はい、清水学園は怖いですよね、ゾーンですからね、しっかり相手を掴んでないんですよね、だからあれをうまく突かれると危ないですね。11番が小柄なゲームメーカー井吉であります。さあ小島がボールを持ってドリブルで上がる、中に入れて山下、そして左サイド小石だ、小石がセンタリング、山下が待っている、あ小島が待っている、小島、あキーパー、あっとボールがこぼれてるクリアボールを、さあ左サイドの小石へ、さあゴール前は山下と、そして平岡、小島もいる、3枚います。さあ低いボール、これはコーナーキックです。中央に集まって、ここから選手がパーッと開きます。さあ誰に合わせか、ゴール前、キーパーパンチング、こぼれたところシュートは打てるか、ちょっと弱い、振り返ってシュート、7番の平岡のシュートはヒットしませんでした。今のシーンです。ニアに行ってるんですよね、キーパーの前に行ってですね、はい、でここで、まあ、こういうトラップは難しいですよね、しかしよくあそこで打てましたね、はい、残念そうな7番の平岡です。さあ逆に今度は静岡学園がボールを回していきます。縦に出しました、しかしこのボールをカットしたが、新沼がボールを取って縦に入れて、石井が走り込む、石井フリーだ、シュート、さあこれのところもう一度、まだ生きている、ボールは生きている、ここでクリアです。19番の本山、縦に出しました。さあ逆襲だ、イキツがボールを持った、イキツ縦に出した、さあ小島から左の小石へ、さあ手を投げている中の9番の、出ました、イキツダメ、惜しいな、11番のイキツ。前半の30分を経過しています。まだ両チーム得点がありません。シュート数も互いに6本、手元の集計では6本対6本です。さあイキツがボールを持って、左サイド小石だ、小石シュート出るか、小石シュート打った、弾いています。小石のシュートでした。キーパーが反応していました。本当によく反応しましたね、今しかし静学のディフェンスね、裏取られましたね、前でね、あ足ですか、
入ったかと思いましたが、最後は足でクリアです。さあ前半3本目のコーナー、初めて今度は右からのコーナーキックになります。エキツが蹴ります。さあコーナーキック、あっとこぼれてる、シュート、どうだ、入ってない、もう一度シュート、最後はキャプテン4番の西、なかなかゴールを割ることができません。すごい試合になってきましたね。ご覧ください、よく反応してますよ南君もね。南がいいですね、はい、田川です。4番の選手、左サイド、田川がとボールを止めて、さあどこへ出そうかな、どこへ出そうか、まだ迷っています。中に入れた塩川です。塩川がヘッドで落としたが、ここには誰もいません。ここで前半が終わりました。前半の40分が終了して得点はありません。東福岡対静岡学園の準決勝の第1試合、前半戦って0対0です。さあ後半エンドが変わりました。左から右に攻めます。ご覧のユニフォーム、緑を主体としたこのユニフォーム静岡学園、そして赤のユニフォーム東福岡、9番の山下、そして10番が小島。東福岡のキックオフで後半まもなく始まります。後半の40分が開始されました。前半は0対0です。エンドが変わりました。赤のユニフォーム、右から左に攻めてまいります東福岡。前半から非常にいい形で試合を進めています。今日の国立競技場、1時現在2万379人のお客さんです。さあ思い切って中に入れた、山下が待っているが、さあそしてこぼれ球、小石のシュート、これはキーパーです。左サイドから13番の小石、ちょっと足を痛めましたが、思い切ってシュートを狙ってまいりました。7番の平岡です。右から平岡どうする、平岡は中に出した、オフサイドない、山下のシュート、あーっとサイド、これはサイド、9番山下のシュートはサイドです。今早く出しましたね、スルーパス、この山下の再三のシュート、まだゴールマウスを捉えることができません。ゴールネットを揺らすことができません。このシュートです、サイドネットでした。後半今15分を経過しています。ご覧ください、このパス、いいパスでした、いいパスでしたよ。さあまた行き着かボールを持ちました。右に開いて平岡はどうする、平岡、さあそのまま行くか、平岡行った、左のシュート行きました。この選手が7番の平岡です。ちょっと今静岡軍苦しいですよ、さあまた小石です。左サイドから行き津にボールが渡りました。行き津から右の本山へ、本山から縦に小島へのボールは渡りませんが、さあ逆に今度は長いボールを出しました静岡学園、桜井です。桜井、9番の桜井、さあ桜井中に入れた、10番の 森山、そして塩川から左サイド、石田へのパスは通りません。長いボールを出した、山下だ、山下キーパーと1対1か、山下、さあシュート離した、あーっと足をかけた、足をかけた、ファウルではない、ファウルではありません、 PK ではありません。残り時間が15分です。まだ両チーム得点はありません。だんだんね、掴んできますんでね、東福岡のディフェンスもね、ちょっとね甘くなると思いますよね。ああそうですね、そこはやっぱり注意しなきゃですね、小城さん、はい、静岡学園またメンバー交代があるようです。はい、5番のですね石田に代わりまして15番の久保田が入りますが、まだ入りませんね。そうですね、まだあここで交代ですね、15番の久保田を入れますね。小城さん、はい、これはですね石田がスタミナに不安があることがありましてですね、それで15番の久保田を入れるようです。あ、なるほど、1年生の石田に変えて15番の久保田、これで3人変えたことになります。交代選手は3人まで、全ての選手を変えたことになります。志和監督です。まあ、なんとなく嫌な雰囲気はあると思います。志和監督ね、こういい試合はしてるんだけど、はい、だんだんそのボールもね、問わなくなってきてますね。監督になって20年目、志和義則監督、福岡商業から日体大、20年目の節目の年、監督として20年目。さあ縦にボールが出た、塩川から左に叩いた、さあそしてどうする、どうする、そのままドリブルでいく、中に入った、さあワントラップシュート、入ったゴー、久保田、15番変わった久保田、今日もまた変わった選手が得点を挙げました。
井田采配がズバリ的中。15番の久保田です。ご覧ください、あっという間でした。そうですね、ここから今まではあそこの1対1のでもう一人いたんですよね。キーパーも反応しましたが届きませんでした。もう一度ご覧ください、このプレーです。後半の33分、15番久保田のシュートが決まりました。1対0、またチャンス、静岡学園チャンスです。さあ追い返せるか、これはダメです。さあ抜けた、小島打てるか、打てない、小島打てない。今手元の時計で35分を経過します。ご覧のように1点が入りました。後半の33分、静岡学園が1点、15番この選手久保田のシュートが決まっています。さあ同点に追いつけるか、東福岡山下、ボールをもらう小石、さあ小石中に入れた、うんと、あっとこぼれてる、もう一度、おっとふわったかった、小島ヘディングシュート、あーダメ、キーパーとぶつかり合った。浮いたところ、小島のシュートは浮いた。まだこの大会得点のない小島、惜しいチャンスでした。小石から中へクリアボール、相手選手に当たりました。ふわっと浮いたところ、さあ残り時間は1分です。手元の時計で残り時間1分。さあここから東、おっとファールがありました。さあ東福岡フリーキックのチャンスです。得点は1対0。さあ早く進めたい。小島ボール持った、小島行け、中にいた山下右手のシュート入った、シュートは残り1分、1対1の同点に追いつきました東福岡。手元の時計で1分を切っています。同点に追いついた、延長はありません。このまま行くと PK 戦、なんて試合ですかね。ご覧ください、これです。一度このポスト跳ね返りました。そのこぼれ球もう一度行きつ、なんというゲームなんでしょう。同点に追いついた、残り時間ほとんどありません。小城さん、はい、東福岡高校の応援席なんですが、今まで溜まっていたエネルギーが一気に爆発しています、はい、ですか。さあもう手元時計で間もなく40分、今40分、ロスタイムに入りました。得点は1対1です。本当すごい試合ですよね。すごいですね、同点に追いついた、39分に同点に追いついた東福岡。さあロスタイムで決着がつくんでしょうか。このまま行きますと PK 戦です。ロスタイムを合わなく1分を経過しようとしています。第74回全国高校サッカー選手権大会準決勝の第1試合、さあ右サイドからセンタリング上げられるか、中に入れた、流れた7番の平岡、ゴール前には山下も待っているが、ゴール前ボールを運ぶことができません。さあスローイン、時間はありません、早くしなければいけません。得点は1対1。ここで後半の40分が終わりました。得点は1対1です。得点は1対1。準決勝の第1試合は PK 戦にもつれ込みました。追いつかれた静岡学園、最後39分、そうですね、追いついた東福岡。さあ PK 戦の行方は、決勝衛戦に進むのはどちらでしょうか。まあ、両チームね、キーパーすごくいいんでね、これちょっと面白いですね。そうですね、まず東福岡からですね、4番の西キャプテンが行きます。さあ1年生キーパーの南、キーパーとボールの位置、距離は11メートルです。ゴールの高さが2メートル44、幅7メートル32。さあキーパーと1対1、まず西決めた、まず西キャプテン決めました。あの蹴る人間にとってはゴールが狭く見え、守ってる人間には広く見えるんですよね。そうですね、そして本当にね、あんまり好きじゃないですけど、僕はね、こういう PK 戦というのは自分で蹴るのもね、静岡学園のキッカーまず森川です。共にあのキャプテンが行きましたね、はい、さあ森川です。落ち着いてますね。この大会の PK 戦はこれで8試合目ということになります。準決勝の第1試合 PK 戦、さあ2番手は東福岡堤です。
3年生から蹴っていきます。ディフェンスの選手、先ほどが西、今度は堤。どうしても東福岡でサッカーがやりたくて入りました堤です。非常に基本がしっかりした選手。2人目の選手、堤です。いいシュート蹴りますね。今のはね、読まれてましたけどね、早かったですね、強いシュートだったから、コースも良かったし、はい、これはキーパーどうすることもできません。静岡学園の2番手は10番の森山です。5試合連続の得点はなりませんでした森山。フリューゲルスへの入団が内定しています。10番の森山です。東福岡は2人蹴って2人成功。静岡学園の2人目、なんかいきなりやってますね。拍手で迎えます。さあ、そして東福岡3番手は小島です。足を痛めて満足なプレー 100% はできなかったかもしれません。3番手の小島です。ここまで誰一人外していません。3人目、キーパーは南。南と小島、ゆっくり。みんないいシュートですね。本当に素晴らしい動きしてますね、まあ、落ち着いてるというか、はい、やっぱり気持ちが座ってますよね、非常に PK 戦も準決勝らしい PK 戦ですね、まあ、今の本当はキーパーが取れないところばっかり蹴ってますからね。そうですね。石川です。3番の石川、3人目の選手、止めた。よく反応した。川添止めました。シュートも決して悪くありませんでした。やり直しですか、やり直しですか。早く動いたんですか。ちょっとね、ちょっと早く動いたんでしょうか。そんな感じは見えませんけど、そうですね、これはやり直しです。主審の布施さん、ご覧ください。あ、どうですか。いやでも、でもね、あのぐらいは ね、 ね、普通やってますよみんなね。あ、さあ改めて、改めて石川、非常に悔しそうな表情を見せましたキーパーの川添です。それは悔しいですよ。そうですよね、完璧に止めてましたからね、悔しい。しかしここで気分を切り替えて次に臨みたい。それしかないですね、さあ4人目は生吉です。3年生が続きます。3年生から蹴ります。生吉です。まだしかし分かりません、まだ分かりません。 PK 戦は5人ずつが蹴ります。そして深澤です。14番の深澤、ボールをセットし直します。守るキーパーは川添、止めたか、弾いた、弾いたがダメ。5人目です。山下です。山下南が止めれば静岡学園、決めています、決めています。非常にクールに決めました。さあいよいよ静岡学園の5人目です。7番の石井、石井が行きます。石井のキックがゴールマウス吸い込まれ、そしてゴールネットが入れますと静岡学園19年ぶりの決勝進出です。さあゴールネットを揺らすことができるかどうか。5人目、石井、守る川添、決まった。静岡学園19年ぶりの決勝進出です。静岡のチームとしては一昨年の清水商業以来優勝を狙います。
東福岡は一昨年に続いてまたもや準決勝で敗れてしまいました。しかしよく追いつきました。一度は止めたんです。しかしダメでした。さあ19年ぶりの決勝戦になります。井田監督です。本当にあの浦島太郎の気分だとこういうふうに話してたんですが その間にお客さんの反応も変わりました。やはり J リーグができてお客さんの反応は随分変わったといいます。さあお互いの健闘を称え合いました。またしても準決勝その壁を破ることができませんでした。しかしあの時の忘れ物十分ね取り返したゲームでしたよ ね、 あの素晴らしいあの試合したと思うんですよね。そうですよね、よく戦いました。よく戦った。放送席小城さん、はい、勝ちました静岡学園井田正道監督です。おめでとうございます。今日は PK 戦までもつれ込む接戦になりました。東福岡さんが非常にうまく守ってカウンターで攻めて前半は非常に苦しみました。あそこでラッキーにも、ね、点が入らなかったからその辺は非常になんか神がかり的で神さんが味方してくれたなと思って感謝しております。9番桜井がアウト、そしてですね飯塚も怪我で動けないかと思われました。あの時の気持ちは、まあ、どんなことがあっても学園は攻撃サッカーだから変に守らないでとにかく攻撃力のある選手を投入しようと思いまして深澤を使い久保田を使ってある程度やっぱり勝負をかけて点を取りに行きました。その15番久保田が素晴らしいシュートを見せてくれました。まあ、なんか非常に選手交代が今シリーズ全部当たってて恐ろしいぐらいで本当に久保田には感謝しております。次はいよいよ決勝ですね。そうですね、こんなにたくさんのお客さんを見ている中でできるのは幸せで、まあ、静岡学園のサッカーがどういうものかというものが分かってもらえて、やれればもう勝っても負けてもどちらでもいいという心境です。次の試合期待しております。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。井田正道監督でした。小城さん、敗れました東福岡の志和監督なんですけどもね、福岡のサッカーが全国に通じることが分かった、満足です、はい、こう話しておりました。ああそうですか、勝つことはできませんでした。しかし満足だ志和監督。しかし2回ね、今年は2回国立で試合をしたかったという志和監督なんですよね。はい、さあ静岡学園明日決勝戦います、静岡学園にしようとお願いします。もう本当に自分たちサッカーをね、ずっとやって勝ってきますんでね、これをまたやってほしいですね。最後はやはりね、勝てるという、ね、自信をね、これで掴めると思いますね。また東福岡もいいチームを作って、はい、この決勝、準決勝決勝この国立に帰ってきてほしいですね。そうですね、はい、第74回全国高校サッカー選手権大会準決勝第1試合、静岡学園高校が PK 戦の末東福岡高校を下しました。この試合の解説は奥寺康彦さんでした。奥寺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どこまでも悲しみを受け入れて この放送は人と社会の明日へクオリティオブライフ成人 2x4 ナンバーワン三井ホーム町のホットステーションローソン命の輝きを見つめる明治製菓ドキュメントカンパニー富士ゼロックスオールウェイズヒーローオールウェイズコカ・コーラコカ・コーラボトラーズの提供でお送りしました。